バスケットをとにかく防いでいきたいという話をしていました、はい、ミラーがトップの位置からスリーを狙う。いやいいですよね、ミラー選手もね。今度はロングが自分で行くのか、おっとエンドワン。いやこれちょっとスミス選手2回目ですからね、ファールね、スミスのファールは、いや富山はこれはちょっと痛いですよね、マブンガにはミラーがつくが、マブンガまた打つのか、自分で行くのか、キックアウトして春山のスリー。いいですね、うまいですよね、簡単に点数取ってますから、はい、わあうまくかました春山。またマブンガが見せるか、マブンガやはり来た、エンドワン。ですよね、マスミス選手もねしっかりとね、スクリーン、もう一度マブンガや、マブンガのディープスリー来た、あれがありますからね、やはり7ダニエル団から鈴原スリー来ました、ね、今日は非常に北海道はスリーポイント、中野が打つのか、3本目、今日3本目、はい、ということになってます。そのミラーがダンク、ゴース&ダンクです。やはり北海道としてはやっぱり本当にみんなでカバーしなきゃダメですね。その中でどうチーム力で点を重ねるか、ワーリュープロング、よく見てましたね、ミラーはよく見ていた、ファールはない。そうですね、もう時間がないんですよね、こうなってくると山口が打つ、あ決めた、ね、よく決めた、よく決めましたね。それとも空いたところワイドオープン、ラモスが行くのか、そしてスミスがまた入ってきた、うまい、ラモス、うまいですね、全く分かりません今日の一戦。ロングのアリウープ、またしてもロングへのアリウープパス、ここでマズルダが7ダニエルついてスミスがいる、中野つかさが決めた。マムンガ選手離すと打たれますからね、ハーフショットになった、北海道粘り勝ち。いやこれは大きいですね、北海道にとってもロング選手がいない中の勝利ですから。